はい、今回ダイハツの軽トールワゴン新型ムーブに関する最新情報が入ってきたんで、まあ、デザインのスペックで装備関連と価格発売時期について紹介します。まあ、およそのスペックとか発売時期が判明したんで紹介していきます。最新世代のプラットフォーム DNGA を採用し、ダイハツニューグローバルアーキテクチャを採用し、軽量化と同時に光合成走行性能が向上、標準タイプと上級スポーツバージョンのカスタムの2シリーズ構成は継続。ハイブリッド車に関しては標準車の方はなくてカスタムのみの設定 でコンセプトの方がデザイン性とスペース機能の融合による新しいダウンドデザインの軽自動車を提案で、簡単に歴史の方も振り返っていって、結構古い車なんで、まあ、初代と現行型だけですね、振り返っていって、初代を1993年に発売したスズキワゴン R に対抗する K4 ワゴンとして企画され、エントリーのミラーをベースに製作、当時のボディサイズ全長が 3m29.5 で、車幅が 1m39.5 で、全高は 1m62、まあ、現行型はどこの車種も3395-1475なんですけどね、約25年前に関してはもう一回り小さいですよね。全長で10センチで、車幅が8センチぐらい狭くて、まあ、前後は変わらないですよね。で、5回フルモデルチェンジをして、大体歴代に関しては4年周期でフルモデルチェンジしてるんですけどね、現行型に関しては2014年12月に登場してるんで、もう6年弱ですね、フルモデルチェンジしてなくて。で、現行型で6代目 K の本質である低燃費低価格をベースに、次世代ベストスモールを目指し開発したのが、まあ、現行型のムーブで、ファンディラックスドライブをコンセプトに、安定した走行性能や快適な乗り心地、上質な室内空間を実現するためボディを新たに開発。まあ、めちゃくちゃ売れてますよね。月間販売台数にして、まあ、スーパーハイトワゴンの N-BOX でスペーシアで、あとはタントに続く、まあ、大体毎月4位には入って、だトールワゴンの中で一番人気ですよね。で、直近の改良点として、去年の2月にボディカラーの設定を変更で、去年の8月に、まあ、JC08 から、まあ、WLTC に燃費表記が変更して、で、ここからが新型ムーブの最新情報ですね。エクステリアでは大胆かつ迫力あるブラックアウトされた超攻撃的なフロントマスクへ、まあ、Cピア、ギアウィンドウを一体化したクーペ風デザインや、深く削った躍動感増えるサイドキャラクターラインに大刷新、フロントタイヤハウスを這い出し空気の流れを安定させるデザインへ変更し、上級車に匹敵するほどの贅沢な LED ヘッドライトでフォークを装備、内装に関しては未来的で親しみやすい、まあ、インテリアデザインに、室内空間は最新プラットフォームにより拡大され、ギアシートの足元空間に余裕を確保、収納スペースも多く確保し実用性も向上、上下曲げ剛性は従来比で 30% 向上し、アッパーボディの回転率は 10% 向上させ、車両全体が約80キロの軽量化を実現、まあ、光合成プラス軽量化を実現して、で、ボディサイズ上が新型でしたが現行型の肉で、新型のボディサイズが全長 3m39.5 で、車幅が 1m47.5、 まあ、軽規格のフルサイズで、前高に関しては 1m61.5 で、現行型の全長は 3m39.5 で、車幅が 1m47.5 で、前高は 1m63 なんで、前高は 1.5 センチ下がるといった感じで、ホイールベースは変更はなくて2m45.5 ですね。
で車重が標準車の肉が820キロからで、最小回転半径は 4.4 メーターですね。でパワーユニットの方は2回転下のマルチスパーク新世代エンジンを搭載で、 NA エンジンの方が、まあ、3気筒 660cc で51馬力 6.1kg で、ターボプラスマイルドハイブリッドの方が64馬力 10.2kg で、遅れてハイブリッドが追加して、ダイハツ初のハイブリッドモデル e スマートハイブリッドが設定。燃費の方が最新燃費測定数値で、自然吸気の方は 24.7kg、 ターボの方は 22.3kg で、で現行稼働肉が NA エンジンの方は 20.7kg で、でターボの方が 19.5kg ですね。で駆動方式は2駆と4駆の設定があって、トランスミッションには新世代の DCVT を採用で、ギアを組み込むことでより伝達効率のいいベルトプラスギア駆動が可能となる世界初のパワースプリット技術を採用。電動パーキングオートブレーキはまあ標準装備で、安全装備が次世代型のスマーシー、まあ、ステレオカメラを採用し、歩行者対応や従来より作動速度域を拡大、名前チェン後のトールと一緒ですね。コーナーセンサーも標準装備で、フロント4個でリア4個ですね。で機能の方として、衝突警報機能で、衝突回避支援ブレーキ、全車速のクルコン、レーンキープで、車線逸脱抑制機能で、 ADB アダプティブドライビングビームで、標識認識機能で、先行車発進お知らせ機能、誤発進抑制機能で、ブレーキ制御付き誤発進抑制機能、前方後方ですね。でサイドビューランプで、メーカーオプション設定として、駐車支援機能、スマートパノラマパーキングアシストで、今までのダイハツの新型車みたいに、まあ、最上級だけっていうのはなくて、まあ、全車標準装備っていう情報です。まあ、全車標準装備だったらコスパいいですよね。で価格の方が、標準車の方は111万2400円から147万4200円。カスタムの方は137万1600円から174万9600円。これは現行型の価格で、で、新型に関しては大雑把に、標準車の肉のベースが116万円。で、カスタムの最上級が4区が180万円。まあ、5万前後ですね。価格アップして、発売時期に関しては2021年9月から10月頃に発売予定。はい、ということで今回時期型ムーブの最新情報として、デザインとスペックで、装備関連と価格と発売時期について紹介しました。